第二国道沿いにある南河原公園に子どもたちのための立派な遊び場が誕生しました。外側を船のようにかたどったこの遊び場は色もきれいに塗り分けられており、子どもたちが自由に変化のある遊びができるようにいろいろな工夫が凝らされています。自由奔放に遊べるこの遊び場は早くも子どもたちの人気の的となっています。またこのほど2つの保育園が開設されました。高津地区の立花保育園は新しい設備を備えており、子どもたちは元気に遊び生活指導を受けています。中原地区には市で2つ目の赤ちゃん専門の住吉乳児保育園ができました。この保育園は0歳から3歳までの乳幼児に給食から生活指導までの完全保育を行っています。新しい数々の保育用品も備えられ、理想的な施設になっています。